my silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin, and I don't know where to begin. Somewhere in the desert, there's a forest and an acre before us, but I don't know where to begin, but I don't know where to begin. Again I lost my strength completely. Oh, be near me, tired old mare with the wind in your hair. な、未知の星だろ。宇宙の果てかもしれないぞ。エイリアンが見つかるかもね。あれ、地面が動いてる。この星に食われちゃう。今すぐ船に戻らないと。ああ、すぐに逃げよう。まずい、制御パネルが動かない。え、こんなとこで死にたくない。落ち着け、力を貸そう。違う、奇跡じゃない。最強のヒーロー、キャプテンスピリットのおかげさ。よかった、まだ力が残ってた。さて、次はキャプテンスピリットのクールな衣装を考えよう。マントがないと飛べないな。これでどうだ。マスクはどうしよう。ヘルメットでもいいな。結構いい感じ。それから、アーマーはどうしよう。黒っぽくする？カラフルにする？よし、マントロイドめ、首を洗って待っていろ。キャプテンスピリット、出動だ。今日は土曜日だ。何して遊ぼっかな。僕の脳波でしか起動できないんだ。僕の脳波でしか起動できないんだ。僕の脳波でしか起動できないんだ。
よっしゃ。直してくれるって言ってたのに。はあ。直してくれるって言ってたのに。はあ。いつかママみたいに絵が上手くなりますように。クリス、ご飯だぞ。だらだらすんなよ。ゴミ箱を吹き飛ばしたからってパパに爆竹取り上げられたんだよね。どこに隠したんだろう。待ってろ悪人ども、今日こそスーパーヒーローの衣装を見せてやる。悪役なくしてスーパーヒーローなし。痛みは平気。針とか使わなくて済んだし。クリス、早く来い。ちょっと待って。時間だぞ。今日はこの映画にぴったりな日だけど、この前大声で歌ってパパに怒られたからな。またみんなと野球したいな。引っ越す前みたいに。ママには漫画をいっぱい買ってもらったな。一生大事にする。ママとの約束だ。その名もスーパーマント、キャプテンスピリット専用なんだ。クリス、うまく来い。わかってる。面倒かけるんじゃない。もう最悪。体中にエネルギーが溢れてる。パワーアップ。よし、こんな感じかな。早く衣装を仕上げないとだ。ないじゃん。いつ食べたっけ。すぐに来ないと。チョコレートくれ、ありがとう。
早くしないと死ぬほど怒られそう。もうさすがに行かないと。クリス、呼ばれたらすぐに来い。叱られたくないだろ。でも…あのな、俺は召使いじゃないし、暇じゃないんだ。ワッフルが良かったのか？僕、目玉焼きがいい。ママのみたいな。ああ、俺もだ。でもそうはならない。わかってる。ママだったらとか、もうやめにしないか？それを一番分かってるのは俺だ。分かるだろう。な。うん。分かった。ご飯まだなのに、飲んでいいの？ああ、試合の日は朝ビールも OK なのさ。おい。小言なんてやめてくれな。大して飲みはしない。てかこの町で他に何しろってんだ。アホどもと礼拝に行けってか。すまん、真似するなよ。大丈夫、ヒーローは罵らない。じゃあ俺はヒーロー失格だな。そんなことないよ。ダークヒーローみたいでかっこいいし。なあ、その腕の調子はどうだ？良くなってるみたいだけど、誰かに何か聞かれたりしてないよな？ちょっと痛いかな。マジか。氷で冷やすか。薬はどうだ？痛みと腫れに効く。このまま治らないとパパも辛いからな。心配いらないよ。よし、わかった。それならいいんだ。で、クリスマス楽しみだな。ずっと楽しみにしてるよ。お願いしたか？サンタさんからはできれば、ゲーム機欲しいなって。前のは壊れちゃったし。ならパパはお仕事をもらわないと。他のじゃダメか？
バスケットボールはどうだ？うん。ねえ、土曜日だし、クリスマスツリー買いに行こうよ。本物の木買うって言ったよね。ああ、ちゃんと覚えてるぞ。でも、試合を見てからだ。いいよな。でも、いつも寝ちゃうじゃん。今日は寝ない。もし寝ても、起こしてくれれば行くから。約束だ。わかった。約束だよ。ああ。さあ、外で遊んでこい。最高の天気だぞ。まあ、何でもいい。また後でな。次のミッションは何だ？こいつらにはメガクリーンが必要なようだな。ああ、冷たい。ウォーターイーターの様子を見に行かないと。ビーバーなんて見たことないけどな。あ、パパ買い物に行くんだ。2点ゲット。マジかよ。シュート下手すぎだろ。起動カウントダウン開始。5、4、3、2、1。じゃねえか。まだ動いてる。モンスター、まさか。
なんで？全開。電子レンジが鳴ってるぞ。使ったのか。そうやって有利に進めろ。よし。よし、いいシュートだ。熱い試合になるぞ。何が必要かな。フリース、レンジ止まったぞ。それ俺のために？パパ試合中は動かないでしょ。だからこっちで食べれるようにって。マカロニチーズならチンできるしね。マジか、やるじゃないか。この調子で料理も覚えたらどうだ。ママのマカロニチーズ懐かしいね。あ、いや、ママの作ったやつはうまかったな。でもこいつは冬の試合のお供に最適だ。ありがとう。まあ食べてみて。最高のマカロニチーズだ。パパ。よしよしよし、いけ。パパ。クリス、何なんだ、やめろ。ホットドッグマンには一生飽きないだろうな。この回最高なんだよね。こんな風に書けたらな。なあ、出てくれるか。パパがここにシールを貼らせてくれるなんて、もしかして気に入ってる？クリス、電話に出てくれ。クリス、あったかくならない。またウォーターイーターが寝てるのかな。早くヒゲ剃りしたいけど、ヒーローってヒゲ剃るのかな。今年のクリスマスは本物のツリーを買うんだ。電話が鳴ってるの聞こえなかったか。パパ。パパってすごかったんだ。こんな笑顔ずっと見てないな。
いつか本ママの香り、パパが取っておいてくれてよかった。下手くそな絵だけど、パパが飾ってくれたんだ。スイッチオン。怖い時はいつもパパとママが一緒に寝てくれたな。罠に気をつけて。誰からだろう。新しいお友達かな。わあ、高校の頃のパパファンとかいたんだ。なんか怖い。お金が払えなくてパパがクビに？これって電車の会社で働き始めた頃だ。ねえ。おお、少年。バスケスターのパパと試合見ないか？いいよ。試合はどう？圧倒してるよ。珍しく。最高だ。やった。やっぱ正義は勝つんだ。ああ、当然だ。それで、いつ出かけるの？試合の後って言ったろう。一日中せっつくつもりか？しないよ。ごめん。ママともバスケ見たりした？いや、ママはスポーツが苦手でさ。本当に？不思議だろう。でも隣でよく本を読んでたよ。お前の本好きはママ譲りだな。そうだね。パパ譲りなとこは？うん、まあヒーローの素質とか。バスケのルールよくわかんないよ。難しいけど、わかれば楽しいぞ。試合見て勉強するんだな。バスケのゲーム買って一緒にプレイするってのは？それじゃあプレイできるようにはならないが、ありかもな。じゃあまた後でね。試合楽しんで。ああ、試合が終わったらツリー買いに行くぞ。準備しといてくれよ。3メートルくらいのにしてもいい？自分で切り倒せるならな。てか家に入らないだろう。ただいま。ああ、お帰り。
じゃあ、行くね。はしゃぎすぎるなよ。じゃあね。燃えろ燃えろ。車のキーあったよ。そこにあったか。ポケットに入れてたのに昨日の夜落としたんだろうな。小物入れに入れといてくれ。いいな。うん。いつかパパと家中に罠を仕掛けて、マントロイドみたいな悪者が寄りつかないようにしてやるぞ。偉いぞ、クリス。ボーナスポイントゲットだぜ。クリスマスだぞ。プレゼントよこせ。まさかね。外は危険だぞ。わかってるよ、パパ。遠くに行くなら鍵を見つけないと。
んでここ使わないのかな。すっごくイケてるのに。